にさもうスピードが悪いね、シャープだったんですね。さて第1ラウンドのゴングが鳴ります。先ほどの記者会見で大場は第1ラウンドはじっくり見ると言っておりました。白いトランクスの大場、ブルーのトランクスに白いストライプスが入りました。チャチャイであります。チャチャイとしては今晩のウェイトが109ポンド1/4、大場も減量は苦しいんですけれども、チャチャイもウェイトは苦しいわけで、おそらく白井さん、おっと、おお、これは効いてますね。強いパンチですね。あ、今の強かったですよ。早いラウンドからおそらく攻めてくるでしょう。油断はいけませんね。大場といえばこの前の、ね、はい、年間最高イヤーになりましたアモレスとの試合で第1ラウンドダウンを喫しまして、そのダウンを跳ね返して第5ラウンド、あ、右の服、チャチャイの右の服、チャチャイの右の服、第1ラウンド、ね、大場クリスト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 、足に来てます、足に来てます、足に来てますね、足に来てます、第1ラウンドダウン、大場、足に来てます、これはどうか、チャチャイの右の、すごい、おっ、いい、これ左、さあ、攻めた、今度は左です。第1ラウンド、大場ダウン、おっ、まだフラフラしています、まだフラフラしています、チャチャイの攻め、オーバーのショットもいいですね。さあここはどう攻めるか、オーバー、第1ラウンド苦しい勝負、前回の4回目の防衛戦と同じように第1ラウンドダウンを喫しました。オーバーであります。何とかこう頑張らなきゃいけないんですね。まだ右、さあ苦しい試合になりました。第1ラウンド、さあここはどうしますかね、白井さん。もうね、とにかくもう攻撃ショットがいいんですよ。オーバーは姿勢になっちゃいかんですね。足を切り出してますね。またチャチャイの左が入りました。それは何とか持ち越さないといけないですよね。そうですね、あの右のフックはあのストレートで打ってましたが、ああいうフックはあまり打ちませんでしたからね。そうですね、あのロングフックですね。さすがにベテランのチャチャイ、いいか、おっと、また右、ちょっと危なかったな。ロングスク気味のパンチが大場の顔面を捉えまして、第1ラウンド大場ダウンであります。よく大場は第1ラウンドに、体がなんかこう浮いてる感じでダウンを食うとできますかね。ちょっと調子がね、あの、まあ、つきにくいってますかね。レフェリーの吉田さんからナックルが当たっていないという注意であります。ちょっと足がまだ変ですね。大きく振り回しますチャチャイ、スピードはそうないようですが、そのパンチを食いました大場。さあこの第1ラウンドをどう切り抜けますか。なんとしてもね、このラウンドをね、うまく持ちこたえないとは言いませんね。そうですね、とにかくチャチャイも最初からもう勝負されてると思いますからね。右から左を打ちましたチャチャイ、かなり強いパンチです。チャンピオン苦しい、チャンピオン大場苦しい。さあおっと、また右、これは当たりませんでした。第1ラウンドあと15秒残っています。第1ラウンドあと15秒、チャチャイが左を使って右を打っています。大変苦しい大場、第1ラウンドです。大場右を打った、ゴング、第1ラウンド終わりました。第1ラウンド終わりました。こちら側がチャンピオンの大場のコーナーです。試合は第2ラウンドに入ります。チャチャイ大場の体格比較、身長森一も大場があります。チャチャイは白井さん、はい、過去2度タイトルを取ってですね、はい、世界タイトルの8度経験して、はい、4回防衛してますね。そうですね、キャリア10年、やはりあれですね、1回目からね、あのロングフックを決めたってことはなかなかやはりね、長いキャリアですね。小林さんね、はい、チャチャイのパンチはスピードはどうなんですか。いや、今の右のストレートあったですよね。あの最初のオーバーを倒したロングフックですね、あれはどうなんですか、スピードは。僕があったと思わなかったんですけどね、フリーだったんですからね、いきなり右が来たですね、それまともに大場が来てしまったですからね。まあスピードというよりね、いい角度でね、本当に比較っていうんですかね、大場に見えないようなところから打ちましたね、あれ食っちゃったんですね。大場君はあの左のガードを触り気味ですからね、よく研究されてますね。この前の防衛戦のアモロス戦にも第1ラウンドダウンを来しました大場、それをこの第2ラウンドから跳ね返して、結局第5ラウンド中尾君を破っておりますが、果たして第1ラウンドのダメージがどの程度ありましょうか。チャンピオンの大場、波乱に満ちました新春早々のフライ級タイトルマッチ、大場5度目の防衛戦。何か大場なんですね、治ってきたようですね、幾分。そうですか、はい、そうですね、今のね、1ラウンドいっぱいはもう足が痙攣して動かなかったです、ひどかったね、しかしよく持ったですね。しかしコーナーに帰ったらよくマッサージしてもらったですからね、よかったと思うんですよ。
よく大場はあの第1ラウンドにダウンを喫してその回復は早いんですが、果たして今回はどうでしょうかね。ダメージの回復が早いですか。なんとなくね、よくなってはいますね。スピードもかなり乗ってきたんです。チャンピオンの大場は仕上がりも順調で、ほとんどのマスコミ関係の楽勝の声が高かったんですけれども、それだけにね、怖いんですよね。思わぬダウンを第1ラウンドに喫しました。本当にもうやばいやばい。やはりあのユニセスというのはね、もう目に見えない油断と言いますかね、これがよくあることですからね。このチャチャイが日本に来た時に、チャチャイの怖いのはやはりパンチの強いことであると、そういうことを政権事務の本田会長は言ってました。ああそうでしたね。もう本当にね、この人はまあ稲妻というね、あのニックネームの通りね、やっぱりシャープだしね、打つ時はもうものすごいスピードで打ってましたからね。パンチの威力ってのは衰えてないですね。そうですか、小林さん、あのパンチですね。あのパンチ、あの大きいパンチね、あれが怖いですよ。試合は第2ラウンドに入っています。第1ラウンドはあの大きいパンチを切りまして、チャンピオンの大場がダウンを切っております。チャチャイは30歳です。しかしパンチのキレはなかなかのもの。第2ラウンド終わりました。第2ラウンド大体イーブンでしょうか。大体イーブンですね、はい、チャンピオンの大場のコーナーです。精神的な焦りと言いますかね、これはどうですか、白井さん。あのね、まあ、さっき言った通りね、やはりその試合前のね、こう予想がいいとね、こう目に見えない油断っていうのがよくあるものなんですね。それがあったのか分かんないですね。現状どうですかね、焦りはもうありませんか。第1ラウンドダウンしたという、そうですね、今はねないですね。あの2回目なんか非常に冷静にやってますしね。小林さん、はい、これからの場面でチャチャイのパンチで怖いのは何でしょうね。強制フェラーの右ですよね。ロングフックですか、おお。それからね、大場はね、左の肩を下げてね、下げて打っていくと、右のロングフックを打つんですよ。これ気をつけた方がいいですね。左のガードですか、結局大場の、はい、そうですね、ガードね、打ったと下がりますからね。左の肩、これをね、下げるとやっぱりいけないですね。大場が、これは軽く当たった。また挑戦者が、オーバーはね、気が強いですね。そうですね、やはり打たれるとパッと反撃するところなんかなかなかいいですね。ちょっと打たれますと気の強いオーバー跳ね返すようにまた打ち返します。ですね、長いキャリアでチャチャイはね、試合がうまいですよ。もう変なね、自分がこう変な下の方からね、こうクロスを打ったりね、大場のわからないようにして打つ、これがうまいですね。大場のワンツー、あまりフットワークを使いません。チャチャイ体ごと打ち込むようなパンチでやります。今白井さんがおっしゃった分からないようにパンチというのは右のフックですか。右のロングフックね。あれは四角から来るから見えないんですね。本当に分からない。そうですか。大場としてはもっと足を使って離れてジャブを打ちたいんでしょうが、第1ラウンドにダメージがありますからね。そういうことですね。まあ、大場本当に足を使ってですね、やはりリーチがあるんですからね、離れてから勝った方がいいと思いますけどね。大場が左を使いますと、チャチャイは右のロングキックを使います。試合は第3ラウンドに入っています。さあ大場右、大場のナックアウトパンチ右、状態をよく使って相手のパンチを受けます。挑戦者のチャチャイ、大場のボディアッパーブロー。
大場君のペースを戻したいですね。そうですか、はい、ね、戻した、左から2、第3ラウンド終わりました。イーブンですね、このラウンド、はい、この放送は日本テレビをキーステーションに全国24局を結んでお送りしております。また同時に、インド洋上の通信衛星を使いましてタイのバンコクに送られております。バンコクは今午後6時半でありますけれども、だいたい1000万人の人が平井さん見てるそうですね。あ、すごいですね、国民全部のだいたい4分の1ですか。いや本当なんですね、もうチャチャイというのは人気があるとか違うんですね。人気あるんですね、この人は。試合は第4ラウンドです。平井さんね、はい、第1ラウンドにチャチャイの右を切ったでしょ、はい、大場はあれで右あの左が使えなくなるってことありませんか。やっぱりね、ある程度そうかもわかんないですね。またそんでね、使わなきゃいけないんですよね。レフトをね、スピードに、はい、使わないとね、やっぱり右を食いますからね。大場の左ボディから右ストレート、これは最近新しく覚えましたテクニックです。大場の左のアッパーです。小林さんね、はい、ボクシングの力、勢い、はい、それからフットワーク、こういったもんではもうずっとチャンピオンの大場ではいいんですよね。勝っていますけれどもね、チャチャイは一つ老功さということですか。そう、キャリアですよね。その冬をついて打つパジとか、そういったそのテクニックってものは本当にここに来るほどですよね。もう冷静ですね、チャチャイは。チャチャイはね、無理しないんですよね、肝心なところだけをね、うまく攻めてね、あまりその体を使わないってことがなかなかやっぱりうまいですね。まっすぐストレート打った、まっすぐストレートを打ちました。オーバー、次のストレート、この程度効いてるところだ。チャチャイはね、同じ打たれてもね、相手のパンチを殺してますね。うまいですよ、そういう点は。まともに食わないということですね。まあなんつってもオーバーはですね、レフトを使うことですね。あのスピードないんですけど、あれ食いますね。そうですね。どうなんですかね、あのパンチは。どうなんですかね。右のロングキックですね。ゆっくり出すようなパンチですが、チャチャイ。なるほど、今よく見えましたね、大場のベルトラインの辺を見て、手は頭の方向ですね。なるほど、おそらくね、実際はね、下を見て打ってるんじゃないですかね。そうですね、大場の足を見て、それだから大場がね、気がつかないんですね、きっと。この辺は老功と言いますかね、ごまかしがうまいと言いますね。意識はうまいですね。またあの右です。うまいです、やるわ。大場のワンツー。第4ラウンド終わりました。このラウンドはどうですかね。ややチャチャイがいいですか。はい、さて試合は第5ラウンドを迎えます。やっと5ラウンドという感じですね。そうですね。この後の中盤の試合展開は白井さんどう予測されますか。これはですね、もう中盤あたりから大場がね、どんどんと足がね、生きてきてですね、レフトこれも良くなると思うんですけどね。これはまあ予想なんですけどね。小林さん、チャチャイのパンチは終始あの右のロングスクですね。そうですね、あれ怖いですよね。しかし、オーバー君だいぶ食わなくなったですよね。あ、スピードもね、乗ってきましたね、前より。あれですよ。あれですよね。あれね、遅いんですけど食いますね、オーバー。第1ラウンドにあのパンチでオーバーダウンをしております。さあ、オーバーが攻めた。うまくアームブロックでチャチャイ避けます。オーバ
あの一発強いパンチよりねスピードのパンチこれを数打った方がいいですね。視線を下の方に落としまして思い切って右から顔面を狙います。チャチャイのロングフック。だったら負けん気ですよね。そうなんですよ。あの一ラウンドにあれだけのダメージを与えられてですね盛り返すっていうこの気持ちですね。そういう根性してますよね。おっとうまく避けた。ヘッドスリップで大場の右のストレートを避けました。チャチャイは、はい、大きくしてねやっぱりあのうまいですからね避けるのは。だからもう悪いねショートで打った方がいいですね。軽快なフットワークを使って左を使い右を打つというボクシングは第1ラウンドのダウンで大場あるいはできなくなったのかもしれません、うん、おっと空振り。狙ってますね。狙ってますね。チャチャイは言います。金のためで挑戦するのではない名誉のために挑戦するんである。今日はですね、はい、テレビ見てるお客さんがですね、はい、大場君が果たして何なのに気をするかってその気持ちをですね、実は僕も思い出したわけです、一緒に。いや、しかし、写真は上手いです。まあ、実際ね、この1回目にね、あんなこの一つのね、ハプニングは、あなたは思わなかったんですね。いいですね。もうヒヤッとしたでしょ、みんな。今の大場の力からいって、ああいうパンチはね、あまり食わないという気がしましたよね。そう思いましたね。はい、衛星中、はい、チャチャイのやはりうまそうじゃないですか。試合は第5ラウンドです。衛星中継によって泰国に送られております。この試合おそらく泰国のクイポン国王もご覧になっていらっしゃるかと思います。第5ラウンド終わりました。第5ラウンドイーブンです。試合は第6ラウンドに入ります。ラウンド6平井さん、はい、大場としてはもうジャブですね。そうですね、もうジャブストレートね。ジャブストレート、もうこれがもうあれですね、あと右側のショート。まだ大場としてはね、その焦点がちょっと合わないようなんですね。そうですか。ですからね、あんまりこう離れてね、ロングで打つのはやっぱり良くないですね。ショートで決めといて、そしてあのだんだんとロングに打つならいいんですけどね。小林さん、それはやはり第1ラウンドのダウンがまだ肉体的にダメージが残ってる。やはり精神的にもあると思います。チャチャイは落ち着いて試合を進めます。冷静です。アイパッチ、危ないんですよね。今なんて言いますか、ちょっと先端をかすったんですけどね、あのフェントをかけるんですね。目でフェントをかけるような感じなんですね。もうあのパンチしかないと言ってもいいんですかね。そうですね、ほとんどもうあのパンチですね。やはりあのロングフックが気になるんでしょう。大場は左があまり使えません。これね、あの休ませちゃいけないんですよね。攻めることですね。もうとにかく攻めることです。もうクリンチもできるだけしないでね、もう攻めた方がいいですよ。大場チャチャイ、両選手の顔面がやや腫れてまいりました。第6ラウンド、チャチャイのアッパー、なかなかいいですよ。大場はね、今の攻撃アッパーからの右のフック、アッパー怖いね。小さく突き上げます、うん、チャチャイのアッパー。そうスピードはないようですが相手の顔面を捉えています。チャチャイ、うん、下を向いて前進しながら右を振るんですね。そうなんですよ。だからね、大場もね、まさか打ってくるとは思わない。これは飛んでくるでしょ。それで切っているんですね。
チャンピオンの大場としてははっきりポイントを取りたい。ラウンドは続いています。左のアッパーです。顔面グラウンド終わりました。このラウンドもイーブンでしょうかね。なんかそういう感じですね、はい、お客様にお願いいたします。物を絶対にしませんようにお願いいたします。試合は第7ラウンドに入りますが、それではここで両コーナーに一つレポートしてもらいましょう。チャチャイの方のコーナーの芦澤アナウンサー、はい、コーナーの、はい、どうですか。比較的ですね落ち着いたムードなんですけれども、ちょっとマネージャーの倉吉さんに聞いてみます。思い通りの試合展開になっているかどうか。どのと紹介点だんだん計画ですか。通り近くけどチャンス今狙ってます。プライオマネージャーはですね、今ウクリットさんの通訳のように、思い通りの試合ができていると。そうですか。でいつかチャンスを狙って、ノックアウトパンチを出すと、こういったところです。必勝を確信しているわけですね、はい、なるほど。このラウンドは今度はチャチャイは左を使っています。なかなかね、いいんですよ、であの右のフックを、ね、2度決めてますからね、チャチャイとしても長いラウンドはおそらく嫌でしょうから、中盤で勝負ということでしょうね。そういうことでしょうね。赤コーナーの大場の方のコーナーの倉持さん、はい、どうですかそちら側は。そうですね、やはりあの1ラウンドで受けました右足のダメージ、これが大変気になっているところなんですけれども、4ラウンドの1分間のインターバルにですねお湯が届きまして、今オンシップを当てたところでだいぶ右足の動きが良くなってきたようです。まあ、逆転のパターンに近づいてるんじゃないでしょうか。逆転ができるということですね。そういうことですね。なるほど。白井さん、右膝がですねかなりやはりしびれてるんですね。第1ラウンドのそれでやっぱりずっと足が好調してるようなんですね。左のボディーブローから右の顔面へ。チャチャイはこのラウンド勝負をかけてますね。なんかね、初めからちょっとうまくいってますね。そうですね。左のフックからね、右のロングフック、ボディーブローも決めたし、ボディーブローもなかなかいいですね。そうですね。ワンツー。オーバーのワンツー。いいですね、今のワンツー。もうあれからすぐまた速攻したいですね。チャチャイのワンツーです。オーバーを打ち返します。オーバーのビナッパー、オーバーのビナッパー、オーバーのワンツー。この辺は一進一退です。さんね、はい、前回のアモレス戦では大場の連打が出ましたね。そうですね。今日はまた連打が出ましたね。本当の連打は出ないんですよね。大場らしい連打ってのは。これはあのチャチャイの避け方がうまいからですか。まあ、そういうことですね。乗ってこないんですよ、チャチャイってのはね。乗ってこない、はい、そのためには大場の本領っていうんですかね、これがちょっと出ないんですね。大場の左ラッパーです。やはりボクシングというのは相手がこううまく合わないとなかなか打てないもんなんですね。相手によってですね、もうよくも悪くも悪くもなるな。これが本当のボクシングなんですね。第7ラウンド終わりました。こちらいいラウンドですか。ちょっといいようでしたね。大場のコーナーです。あと8ラウンドですね。ちょうど真ん中、真ん中ですね。1万人のお客さんからも大場頑張れという声が飛んでますがね、なんとなくいつもの大場のボクシングじゃない。ちょっとね、そういう意味でね、甘いんでしょう。相変わらず大きい右のフック、それからフックは危ないですよ。状態をうまくくねくね使います。
小林さん、はい、30歳という年齢から言ってチャチャイのスタミナはどうなんでしょうね。そうそう、それも心配したんですけどもね、本当にうまいですね。スタミナの配分もですね、自分もちゃんと考えてやってますね。無駄な動きとか大振りのパンチをしないとか、それですね、結局消耗しないようにやってるわけですね。そうですね、考えるボクシングですね、ややチャチャイのパンチが乱れてきましたか。まあこの辺から大場の本領が出てくるとですね、いいんですけどね。8区10というのはラウンドとしても苦しいところです。相手を突くような左のストレートを打ちましたチャチャイ。濃厚ですね。なかなかクリンチワークもうまいですよ。もうスムーズにスーッと入ってですね、これいいですよ。さあどうか、チャチャイも打ち返します。右、今のコンビネーションね、あれは良かったですね。あれがやっぱり従来の大場ですよ。やっと大場らしいボクシングが出ました。第8ラウンドやっと出ました大場のボクシング。これでね、追い込んじゃった方がいいですね。大場はこれでもう下目の勝負選手で休ましちゃいかんですよ。チャチャイホールド気味、あと1分あります。いや、あと10秒あります。50秒あります。大場右。大場攻撃。激しい攻撃。これがいいんですよね。大場ラッシュ、大場ラッシュ、大場ラッシュ。ただね、感覚はないようにすることですね。勢い乗ってますけどね。カウンターを狙っているチャチャイ。あと20秒。そう、これを休ませないでやることです。冷静にカウンターを狙うチャチャイ。やや大場のパンチが乱れた。第8ラウンド終わりました。このラウンドは大場優勢のラウンドですね。そうですね。白井さんね、大場の連打、今のラウンドですね、スローテープで、これの攻撃どうですか。あ、なかなかいいですね。非常にパターンがいいですよね。もうワンツーからすぐまた追い込んでワンツー、これが良かったですね。それとアッパーがありましたね。やっと大場らしい第8ラウンドの後の第9ラウンドはどうか。で、大場がね、だいぶ打ったでしょ。やはりね、疲労ってのがあると思うんですよね。打った方にも疲労があります。はいはい、もう打った方にね、ものすごく、ね、疲労があるわけですよ。だからここでね、カウンターを食わないことですね。この辺が一つの中盤の山場ですね。そうですね、山になりますね。チャチャイもだいぶ打たれて疲れてますからね。放送席、はい、本田さん、はい、このラウンドの残り1分ご注目ください。残り1分、残り1分に勝負に出ると、こういうこのラウンド、はい、このラウンドです、はい、ご注目ください、大場の方のコーナーのクラブチャナウンサーがレポートがありました。そうですか、なるほど、そういう作戦ですね。直気味の右の方、はい、これはお互いにチャンスがあるんですよ。大場ももちろんありますしね、相手のチャチャイにしてもね、かなりのチャンスあると思うんですね。大場があるでしょ、前のラウンドにね、かなり打ったでしょ。そうです、相当疲労してると思うんですね、はい、どっちがそのうまくね、一つのチャンスをつかむかということですね。そういうことですよね。おー、いいぞ、ブラキータ安定、予定の1分より前に、残り1分より前に大場の右が当たりました。おそらくここから始まるでしょう。だんだん大場らしいボクシングの、まあ、パンチが当たってきてるんですが、あと相打ち、今の相打ちですね。今の相打ち、相打ち怖いですよ。ショートパンチの方はひょっとするとチャチャイの方がパンチがあるかもしれません。